早いタイミングでこの2枚を写すと、まあ、リアルに見えると。下からちょっと膨らんで、あの4枚目はその膨らみが上に上がっていますね。山を上に送るように意識すればそれらしく見えるので、よろしくお願いします。行きましょう。火ですね。どういう動きになりますか。まあ、まずはこれを見れば一目瞭然。なるほど。ろうそくの火、はい、結構高く幅が広くないですね。まあこんなもんかなと思って書いてはみました。皆さんもよく見る形ですから、これでまあブレてるんですが、やってみてください。ああ、早いタイミングでこの2枚を写すと、まあリアルに見えると。この2枚だけで。そうですよ。何もない時はこれの連続で構わないんですけど、少し、ね、風が吹いた時なんかは、はあ、こんなゆらとなってまた元に戻る。ああ、1、2、大体1と2だけ。そうですね、連続で。そしてたまに3、4、3、うん、3、4、1に戻ります。あ、そうなんだ。はい、ポイントは下からちょっと膨らんで、あの4枚目はその膨らみが上に上がっていますね。山を上に上が、ね、送るように意識すればそれらしく見えるんで、撮影処理でこれは表現するんですけど、でまあ中側が、ね、青白い光で外側はオレンジじゃないですか、あのって。そうですね、うん、でそのこの境界線を撮影でぼかして、あ、グラデーションをかけて、あ、うん、それでリアルに見せます。なるほど、面白いです。